ソウル。一丁やってやるぜ。さあ、どの度海の底での激しい、あなたは負けることはない。私は信じています。紫龍が向かったのはインド洋を支えるマンモスピラーだった。そこを守るジェネラルはゴールデンランスを構え、自らをクリュサオルのクリシュナと名乗るのだった。クリシュナよ、俺はドラゴンの。聞くまでもあるまい。何？名前など聞いたとしても無意味なことだ。数秒後にはこの黄金の槍ゴールデンランスによってお前の命は絶たれているのだからな。汚れ切った地上を清め、新たな世を築こうとするポセイドン様に立てつく邪悪な奴だよ。このクリサオルが成敗してくれるわ。セイントとしての務めを果たす。アテナのセイントよ、よく来た。相手になろう。ファイト。ゴールデンランスをただの槍と思うが、この槍には全ての邪悪を断ち貫く聖なる力が宿っているのだ。何？邪悪とは何か分かるか？言い逃れするつもりか。苦しめるお前たちが邪悪でなくて何だ。この世界は人間だけのものではない。全を生物を星そのものを汚し続ける人類に生きていく資格はないのだ。生きる資格など誰かに与えられるものではない。遅い。誰かが奪っているのでもない。ゴールデンランスを攻略しない限り、クリシュナの心は折れたんだぞ。お前があがこうとこの槍から逃れることはできん。ミカさん、あの世へ行け。何？返事に続けよう。返事に続けようだな。今とどめを与えてやるぞ。死が訪れるまでおとなしく倒れていられる。彼女を立ち上がって何をするつもりだ。ウィナー、最高の強度を誇るドラゴンの盾には通用しない。こんなことでは竜の名折れだ。そろそろ引導を渡してくれる。くらえ、ゴールデンランス。セゲ、ドラゴン、我が命の盾よ。勝負が決まったようだな。ゴールデンランスは防ぐことも叩き折ることも不可能なのだ。まるでドラゴンの盾などなきがごとく、薄紙でも貫くようにして俺の体を串刺しにするとは。防ぐことも折ることもできぬとは一体どうすれば。こんなところで諦めてどうする。紫龍、この声はカプリコーンのシュラ。お前にはアテナを守るという大きな使命があるのだ。そのために俺は死ぬ間際に俺の持つ全てのものをお前に授けたつもりだぞ。紫龍。なんだって？それではまさか。そうだ、紫龍、お前の右腕にはこのシュラの魂が宿っているのだ。あのエクスカリバーがな。
そうだ、俺は修羅の願いを託されている。まだ倒れるわけにはいかない。なおも立ち上がるのだ。ならばもう一度くらえ、ゴールデンランスを。何？ドラゴンの盾がゴールデンランスを止めた。この盾の色はゴールド。盾だけではない、クロス全体がまばゆいばかりのゴールドに輝いている。ゴールドセイントによってよみがえった俺たちのブロンズクロスは、俺たち自身のコスモの高まりによって限りなくゴールドクロスに近づくことができるのだ。いくらクロスがゴールドに近づこうとも、お前の肉体そのものはブロンズの力しかない。メッキが剥がれるのも時間の問題だ。なるほど、お前の言うことにも一理ある。ならば捨てよう、このクロスを。何？命の盾ともいえるせっかくのクロスを自ら脱ぎ捨てるとは。俺がゴールドセイントから受け継いだのはクロスだけではない。それに死と神一重、命ギリギリの極限までコスモを高めなければ、俺の右腕に宿る者を呼び覚ますことはできない。このシリ、全力でお前を倒す。今こそこのクリサオルが成敗してくれるわ。はいと、お前の名を我が様の一番でおく。名乗るがいい、勇者だ。ドラゴンシリュー。変身の戦いを我が本気にさせるとは大したもの。しかしお前はこのクリスナの体内にでも宇宙エネルギー、クンダリーニを呼び起こしてしまったのだ。断じに戦いを大いなる光に飲み込まれて、平凡に旅立ったよ。言っておくわな、死と神一重となったところの奇跡など絶やすは大きいのか。ここまでも得上がれ、俺のクズもよ。今こそ目覚めよ、エスカリバーよ。今は暗黒の時間なのか。今こそ全てを水に戻して洗い時間、新しい世界を作り上げる時なのだ。勝手なこと、地上には罪もない人々も多くいるのだぞ。新しい時代のためには多少の犠牲をやむを得ない。あの世へ行け、私を本気にさせたら。涅槃に旅立て、マハロンスキー。この時代を作り出そうとしているのだぞ。今度こそ本当の最後、ドラゴンに繰り出したまえ。通じないというのか。貴様の闘志に免じて苦しまずに息の根を止めてやる。あの世へ行け。お前は生き恥を晒すような男ではあるまい。勇者のお前には見えな、いな。見たか、これがセイントの力だ。修行を一からやり直さねば。シリューよ、お前見事。シリュー、ひどいや、体中に擦り傷や刺し傷がいっぱい。俺は大丈夫だ、キキ。それよりも柱を。分かってるって。そのために老師からライブラのクロスを預かってきたんだよ。おお、ありがとうございます。老師、キキ、インド洋の柱はどっちだ。あっちだけど。シリュー、まさか目が見えないの？クリシュナのクンダリーニの光を浴びてどうやら失明してしまったらしい。だがこの闘志がついえたわけではない。ロシ、このソードを使わせていただきます。やったー、インド洋のマンモスピラーが壊れたよ。よし、キキ、クロスを持って先に行け。でもシリューの手当てもしないと。俺のことは構うな、お前もセイントを目指す男だ。
ならばわかるはずだ。何よりもまず大地の平和を、アテナを守るのがセイントだと。シリュウ、わかったよ。オイラ、命に変えてもクロスをみんなに届けるよ。だからシリュウも後から来てよね。頼んだぞ。